シマウマの魅力に迫る、驚きの黒と白のストライプの世界。シマウマは、アフリカに生息する大型草食動物の一種で、その黒と白のストライプが特徴的な動物です。彼らの美しい模様には、いくつかの説がありますが、最も有名なのは、襲撃者から逃げるための迷彩効果があるというものです。人間以外の哺乳類が遠くから見た時には、野原の模様に埋もれ認識するのが難しいと考えられている。それから体温調節や伝染病から身を守るためであるとの研究成果も発表されている。しかし、シマウマの魅力はそれだけではありません。彼らは社会性が高く、群れで生活しています。その中で、メスは一匹のオスとの間に子を産み、群れ全体で育てます。また、シマウマ同士のコミュニケーションは、鳴き声や体の動きなどで行われます。さらに、シマウマは食べ物を選ぶ能力に優れており、植物の種類によって色な食べ方をすることが知られています。例えば、葉っぱが苦い植物を食べるときには、口をちょっとだけ開いて苦味を取り除いたり、食べにくい好みを食べるときには、地面に落として割り箸のように使ったりするといった工夫をしています。シマウマは、そのコミカルな死体と異なり気性が荒く、人間に懐くことはほとんどなく、家畜には不向きであると言われている。とはいえシマウマは、そのおしゃれなモノトーンのゼブラ柄がアニマル柄の定番となり、女性のファッションアイテムとして、とても人気が高い。またその愛らしい形式からようなキャラクターとして、世界中から愛されている。シマウマは、その美しい模様や社会性、食べ物に対する知恵など、多くの人を魅了しています。彼らが生息する大草原やサバンナでは、野生動物たちが自然の中で生きる姿が見られ、自然環境との調和が保たれています。私たちも、シマウマのような生き物たちに触れることで、自然の美しさや大切さを改めて感じることができます。